能登半島地震の復興支援を強化するため、政府は今日、省庁横断で職員が被災地に常駐する拠点を新たに設置しました。また、岸田総理大臣は七尾市の和倉温泉を視察し、護岸工事を国が主導する考えを示しました。能登の常駐職員を150名規模に拡大をし、新たにこの創造的復興タスクフォース、これを創設いたします。能登創造的復興タスクフォースは、被害が大きかった能登地方の6つの市や町と連携し、家屋の解体や水道の復旧などに取り組みます。発足式に出席した岸田総理大臣は、復興の妨げとなる課題への対応について次のように強調しました。復興のアイロとなる課題を霞が関は一体となって解決するなど、この被災自治体のニーズに沿った創造的復興まちづくり、全力で支援をしてまいります。政府の全面的なバックアップ、相談もしていただける、そして顔の見えるこういう会員ができる、そういう意味での進捗管理を踏まえて、全体を動かしていくという政府の方針に、本当に感謝しています。このあと岸田総理は、七尾市の和倉温泉を視察し、旅館の復旧に向けて大きな障害となっている護岸の現状を確認しました。護岸につきましては、本当に私ども自力ではなかなかできるような状況ではございませんので、国県市の皆さんに今その方向で進めていただいておりますが、なんとか対応をお願いしたいと。やはり七尾市の茶谷市長からは、護岸のうち民間が管理する部分については所有者だけで修理することは難しく、そのため大半の宿泊施設が休業を余儀なくされている現状について説明を受けました。岸田総理は、日本有数の温泉地である和倉温泉の再生は能登地域のなりわい再建の象徴との認識を示し、護岸の整備を国が主導する考えを明らかにしました。被災した公共護岸を国が代行普及するとともに、民有護岸についても地方公共団体に所有権を移管していただいて再整備をするなど、政府として復興のための基盤づくり、これを加速していきたいと。また能登地域の観光を支援する補助率7割の復興応援割について、復興次第直ちに開始できるよう具体化を進めたいとしました。